床坂き、または床坂きは、新婚夫婦が結婚初夜に、新女で坂きを交わす日本の風習。近世頃の文献に見える。最もプライベートな空間で行われることであり、守るべき礼式、作法は示されていない。修言の中で339度の坂きごと、親子坂月、総坂きが終わり、本前に及ぶとき、夫婦は寝屋に赴むく。 まず、小坂を夫から開き、妻に指坂する。売借人が受け取って、妻に坂を運ぶ。次に中坂次に大坂と変えて、前と同じくする。後売借人は席を立ち退き、部屋次女は夫婦を根につかせる。伊勢定常の定常雑記には、今時婚礼の夜、床坂と名付けて、夫婦寝室に入りて、 酒づきを取りかはし酒を飲むに方式あるように言う。しかれと思いに知恵はなきことにて、当世の流行りごとなり、寝屋にて打ち解けて、夫婦酒飲むことに方式はなし。寝ながら酒など飲むこと、げげの千期派などは作用の不行儀なることをするなり、良き人などはせぬことなりとある。一説に女を人よずまとみなして、氷覚と酒づきの式を行う風があったので、 この遊覚の風から起こったという。その方法は、新夫婦の寝床を東枕にして、新郎の床を上座に、新婦の床を下座に取り、新夫婦の前に薪を乗せた味方と、坂月一行を乗せた味方と調子とお持ちで、霊酒で坂ごとを行う。坂は、新郎が一本飲んで新婦に刺し、新婦はこれを受けて、また新郎に刺し、新郎がさらに一本飲んで坂を収める。 釈人の役は、女中、町女郎、また場合によっては売職人の妻がする。酒付きとが済むと、町女郎が新夫婦を寝床に導く。これに、床入りが続く。ありがとうございます。